さあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はゴールキーパー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回ですね、ゴールキーパー選手だけのティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがゴールキーパー選手の最新版のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、金のウナイシモンだったりとか、ピックフォード、オナナ、ラムズデル。あとは特殊で言うと、ヒーローのカンポスだったりとか、ウィンターワールドカードのアルベロ。あとはルカジダンですね。こちらダイナスティーズの選手。で、TOTW のゾマーだったりとか、SBC でね、まあ、結構前かな、来ていた開拓者のトラップということになってます。で、まあ、この中で紹介をしたい選手はですね、ウィンターワールドカードのアルベロですね。もともとね、ボランチの選手、フィールドプレイヤーだった選手がキーパーにね、ウィンターワールドカードになったという感じになってます。身長2メーターあって、まあスピードもね、ある程度速くってっていう風なね、選手にはなるので、ちょっとね、期待をしていたんですけど、その期待をあまり超えてこなかったっていう選手ですね。まあ能力的な部分もね、あまり足りないのかなって思ったりは、して、ちょっと個人的には、まあ、あまり優先度はね高いキーパーではないなというふうに自分個人はね使った時に感じましたね。であとはジダンですかね、ルカジダン、まあジダンの息子というふうなことでダイナスティーズでね、来たんですけれども、やっぱ多分この人は圧倒的な身長の低さですかね。180ちょっとぐらいしかなくて、やっぱなかなか止めてくれない。そもそも届かないっていう風な、ことが、結構不満な、ポイントですね。かつ能力もね、低いんで、止めてくれたとしても、やっぱなんか変なところに弾いてしまったりとか、こう止めきれなくってみたいなシーンが、やっぱどうしても目立ってしまったなという風な印象を受けますね。やっぱキーパーとして身長は大事だと思いつつ、まあ能力的な部分でもちょっと足りないなという風な印象ですね。で、そして続いては C ですね。C はですね、TOTW のジルーだったりとか、シュマイケル、あとは金の選手でブヌ、そしてコーベル、シュチェスニー、で、特殊のイベントカードで言うと、バーサスのフラデツキーだったりとか、ダイナシーズのメンディー、で、リーガンポトムで着ていたブルカ、で、TOTY のアープと、この選手たちになってます。で、まあ、紹介したい選手、まずバーサスのフラデツキーですかね。まあ、悪くはないんですけど、ただ別にこの人じゃなくてもいいかなっていう風な感じですね。頑張ってはくれるっていう風なシーンで、まあ、ちゃんと書き出してくれたりとかね、止めてくれる時はあるんですけれども、まあ、この人別にそこまで優先度は高くないですし、気味が難しいっていうのが、まあ、ありながらですね、別にこの人頑張って、刺すほどの強さはないかなっていう風なところをですね、もうちょっといいケミの選手を使うなっていう風なところで、ケミ合わせっていうの部分でも、なかなか難しいので相手に見ることは少ないし、わざわざケミ合わせて使うほどの選手でもない、まあけど頑張ってくれるかなっていう風な選手になりますね。で、続いてアープですかね。やっぱ TOTY の選手紹介したいんですけど、この人もやっぱ身長、ちょっとやっぱ女子選手っていう風なことで、特にキーパーなんかもうがっつりそこの身長がね、もう影響をしてくるとこですし、もちろんやっぱ Y ということで能力が高いので、触れれば、触れればちゃんと止めてはくれるし、その横移動の速さなんかも若干ね、他のキーパーよりかはねあるかと思うんですけど、やっぱり遠目からの今週とか、まあ、アウトカーブとかっていうのは他のね身長が大きい男子のキーパーよりかは入りやすいかなっていう風に、思いますね。やっぱり TOTY で能力もね高くって、期待をする方もねおられるかもしれないんですけれども、個人的にはですね、やっぱりそもそも届かないっていうこの人もね、ある場面が多くはなってしまうので、まあ、期待しすぎない方がいいかなと思いますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、金のノイアだったりとか、オブラク、そして UCL ヒーローのドゥデクだったり、TOTGS のポープ、で、TOTW のウンナーシュタル、で、SBC でね、来ました、ロリス、エンドバンエラのロリス、
で、ウィンターワールドカードアイコンのファンニスローだったりとか、特別賞のエデルソンと、まあこちらの選手たちが個人的には B というふうなことになってます。紹介したい選手で言うとロリスですかね。 SBC で来た選手になります。まあ能力は高いんですけど、この能力以上に強さはないかなっていう風なところと、まあ逆足が1っていう風なところは残念ですね。ただ普通に止めてはくれますし、スピードも速いっていうのは個人的にはいいところかなと、思いますね。全然悪くは、ないですけど、ただまあ個人的にはロリスっていうね選手を考えるともっと強くあっていいのかなっていう風には思いました。全然ねスタメン級で使える選手ではありますね。でそしてあとはエデルソンですかね。同じくプレミアのキーパーになるんですけど、この人もねもっと強くあっていい選手かなって思いますし、開幕の時なんかはね金のエデルソン結構人気やったかなと、思うので、まあ、強化された割にはっていう風な感じですけど、ただ十分強さはあるなと、思いますね。普通になんかこう、単純なシュートだったら全然止めてはくれますし、キックもね、いいもの持ってますので、まあ、ビルドアップだったりとか、その、パントキックだったりとかを大事にしてる方だったらいいのかなというふうには思いますね。全然この人も悪くはない。普通にやれるキーパーになりますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、全員アイコンの選手になっていて、ベースアイコンのシュマイケルだったりとか、ヤシン、そしてサンダーストラックアイコンのカシージャスと、この3名になってます。紹介をしたいのはですね、カシージャスですかね。まあ、サンダーストラックで強化をされて、アップグレードもね、受けた選手になります。身長自体はね、めちゃくちゃ高いっていう風なわけではないんですけれども、この身長の割にはですね、なかなかやれる選手だなと思います。普通に止めては、くれますし、ちょっとこう身長がめちゃくちゃ高いわけではない、キーパーの中で多分ちょっと低い方の選手なんですけれども、安心感があるキーパーかなと個人的に思いますね。まあなんでなんか止めてくれるのかってのはわからないんですけれども、まあ能力の高さだったりとか、そのカシです固有の何かがあるのかもしれないですね。まあ個人的にはやっぱりよく止めてくれたっていう風な印象がですね、まあ自分が使っててもそうだし、相手にいてもですね、カシですよう止めるなっていう風なシーンがね、多いので、まあそうですね、A ランクには全然入ってくるかなと思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、金のクルトワ、TOTW のテアシテーゲン、そして RTTF のドンナルンマ、サンダーストラックアイコンのファンデルサール、TOTY のアリソン、TOTY アイコンのチェフと、この6名になってます。まあ、紹介したい選手で言うと、ドンナルンマですが、新イベントの選手で、来たんですけれども、まあ、普通に強いなというふうに思いますね。ビッグセーブもね、してくれはしますし、単純なシュートっていうのも、もう普通に止めてはくれるっていうふうな選手になりますね。まあ、能力のアップグレーがね、楽しみではありますし、リーグの中で言うと、非常に、まあ、トップのゴールキーパーかなと、思いますね。身長もね、高いっていうのもいいなと思います。で、そして続いてはアリソンですか、TOTY で来た選手になるんですけれども、まあ、この人も全然、強いですね。普通に止めてはくれるし、あとなんか速いというか、なんかめちゃくちゃ走っていって横飛びでビッグセーブみたいなこともねしてくれた選手にはなりますので、まあさすが Y のキーパーという風なところと、ある程度の安心感っていうのはあるなという風には感じますね。まあ値段はねめちゃくちゃ高いんですけれども、まあトレフカとかで当たった方は使う価値は全然あるかという風に思いますね。で、そして続いて TOTY このチェフですかね。この選手もしっかり止めてはくれますし、まあ手の長さっていう風なところ、まあ身長もね、大きいので、ちゃんとこう手を伸ばしてくれるっていうシーンが多くありますね。で、またスピード面もね、62ありますので、飛び出しとかもちゃんとできるという、そんな選手になってますね。ロングシュートなんかも、まあビッグセーブしてくれたりとか、1対1とかもね、止めてくれるシーンっていうのも、まあ比較的多くあるキーパーにはなるので、この人も、十分 S で安心感は比較的あるキーパーかなと思いますね。まあ個人的にやっぱりキーパーなかなかね、評価難しいところではありますけれども、まあその中でですね、まだこう信頼を置けるというか、安定して止めてくれるのはこの6名かなというふうに感じます。こちらがゴールキーパー選手のティアリストになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。